思ったよりでかいね、やっぱり。ああ、立派だな。うわ、なんか怖えな、この階段。女の人の歌い声がめっちゃ聞こえた。え、何か僕に話しかけようとしてくれてます？あ、そっち取ったら気のせいか。ここら辺からずっと人の何かしら見られてる気配だけは感じてました。でもなんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。うわ、びっくりした。何の音今？え、なんか鳴らした今音。え、聖地巡礼ホラーナー。今回はターボー、大輝、リボンの3人でやっていきたいと思います。はい。今日来てるのがエローラ風車。これはね、松伏総合公園の中にあります。あ、はいはいはい。公園の中にある風車ってこと？そうそうそう。なるほど。若者数人が夜中にエローラ風車の前でぐだっていると、ある後輩が風車の階段に登っていく女性を見つけました。最初は別に気になってなかったんだけど、よくよく考えると、なんで夜中に一人で風車にって疑問に思ったんだよね。まあそうだよね。その階段を登って女性を追いかけたと。そうなんだけど、女性の姿っていうのがどこにもなかった。消えちゃったわけだ。確かに夜中に女性一人おかしいね。この周辺では5人が亡くなっているっていう話が有名らしいです。で、そのうちの4人が自殺、1人は事故で亡くなっていると。だからまあどっちかは分かんないけど、まあそこで亡くなった人の霊がその女の人だったのではないかと。予想霊とは S です。 S で、おーおーおー、はい、気を抜かずに、はい、しっかりと撮影していきたいと思います。行きましょう。公園の中に着きました。はい、はい、パーッと見ただけでも、うん、池があったりとか広場があったりとか、広い感じの公園なんで、パッと見どこに風車があるかわからないです。全然どこにあるかわかんないの。まあとりあえず歩いてじゃあ探していきましょう。はい。でも休憩スポットってなんかこういう休憩所みたいなのが多いの。でもなんか俺はこういうところで揺らして写真撮ったら体が曲がったんだよね。ああ、そうだよね。前。なんでブレた？え、なんです？え、撮り終わった？撮ったよね、完全に。じゃあ、こうやって撮り終わってこういう画面が左下に出たのよ。で、これをタッチしたらこうなってた。例になってもここで休んでるのかもね。ちょっと写真撮ろう、ここで。そうだね。池沿いに歩いていきますか。そうだね。なんかちょっと気分悪くなったりとかしたら、ちょっとそこでスピボとか使ってみたりしたいっす ね。今のところ別に、そんなになんかここ気持ち悪いとか感じる場所もないよね、ないね。日中とかはさ、ウォーキングコース。あー、そうだね。もう 100m とかあるからな。昼間なんともないような場所が夜めっちゃ怖いわ。全然あるからね。いや、他の地域もそれ多いじゃん。昼間は観光スポットだけど夜めちゃくちゃ怖いみたいな。そうだから公園って結構新スポ多いし ね。確かに実際、亡くなった人にとって思い入れが強かったら、ね、残りやすいからね、こういう場所って。まあ、そうだね。分岐してるね。どっちだろう。ちょっとこれ一人と分かれるか。僕、そうっすね、一人で行こうかな。じゃあ二人でさ回ってさ、一人でこっち行くから。はい、じゃあ秋さん行ってきてください。じゃあ、行ってきます。何かあればすぐ連絡します。はい、はい。なんかあいつが積極的に一人になったのちょっと気になるね。変な、ついてなきゃいけない。こういうベンチに一人一人座ってんのかな、実は。ちょっとね、俺らが見ても分かんないけどね。怖いこと言っていい？俺最近知り合いに女性の霊がついてるって言われたばっかなの。あ、その知り合いの人はそういうのが見える人みたいな。そうで、俺ついてるらしくて今。マジで？もしかしたらなんか今回悪いこと起こるかも。
なんなら別に今回じゃなくて前の方が全然やばい。あ、まあ確かにね。もしかしたら前のあれももしかしたら、あ、もうついてた、うん、ついてた人が関係してるかもしれない。わかんないよ。これ街灯なんですけど全然ついてないですよ。夜は多分不気味なんだよね。橋があります。橋が続いてるっすね。え、なんか変な音しない？女の人の歌い声がめっちゃ聞こえた。あっちからめっちゃ聞こえたんだよ。今めっちゃ聞こえて、聞こえなかった今。なんだ今の鳴き声、歌い声。あれ、大輝さん。大輝さんだ。橋があったの途中に。はいはい、はい、短い女の人の歌う声が聞こえたの。歌う声、なんか歌ってる声、なんかメロディーを、メロディーを口ずさんでる感じとか。そう、この先奥あるじゃん。うん、ちょっと怖い俺。もしかしたら今回書かれてなかったかもしれないけど、もしかしたらその人も聞こえてたかもね。男の人、幽霊見たって人、女性の。ああ、風車でね。うーん、ね、まあ、ちょっと合流しちゃったし、もう3人で行く？行きますか。はい、結構歩いてきてるから、そろそろね、もうそろそろ風車が見えてもおかしくない。うん、なんか建物ない？建物、おっ、あ、風車じゃん。これじゃん。風車だ。でかっ、ね、思ったよりでかいね、やっぱね。あー、立派だな。で、水面のちゃんと近くにあるわけですからね、こうやってね。だこのルートやばくない？やばいね。だ、風車が右、左に水ってさ、もうここに、そうやん。裏で写真撮ってる？いや、撮ろう。ここは撮ったらいい。撮れますか。ある、階段あんの。ああ、ここから見えるかな。うわ、なんか怖えな、この階段。ほんとだ、ちゃんと上まで登れそうだね。うん、だからさ、その噂にあった男の人が女の人を階段登ってる。うん、言ってたね。この螺旋階段なんじゃないの。いや、ありえる。これしかない。いや、これだって、これしかだってもう階段ないじゃん、まず。こっからは一人で行こうと思います、うん、そうだね。まずじゃあ大輝行ってもらおうかな。そうだ、ちょっと俺も声が気になるし。まあ現象がね、今回一番聞こえてるととか体感してるの大輝だからね、うん、何かあればすぐ、上から叫ぶから。うん、はい、その時すぐ降りてきてください。はい、ちょっと待っててください、ここで。作りはでも頑丈だね、やっぱり。あー、でも剥げたりもしてるな。しかも結構この螺旋階段、長いっすね。うわー、なるほど、着きました。ここが、風車のてっぺんですね。気になったのが、このなんでこんなに茶色いシミがあるのか。ここで多分男性が、女性が階段で上がってる姿を見たっていう目撃かもしれないですね。実際亡くなったって言ってたから、まあ、こっから飛び降りたら、まあ、ひとたまりもないっていうのはよくわかるですね。こう、ひとたまりもないです。ひとたまり回ったんですけど、まあ別に現象っていう現象はなかったですね。ただまあ僕もここに来て、そのさっきの僕が聞いた歌声っていうのがなんか聞こえるかなと思ったんですけど、まああんま聞こえなかったんで、まあ、とりあえず下降りてターボート帰りたいと思います。お疲れです。なんかリボンか霊みたいなの見たもんね。マジ？なんか今そっち通ったの気のせいか。
なんかね、そのゴミ箱の前を右から左に誰か通った気がしたんだけど。そうでしょ。でもいないんだよ。これでしょ、ゴミ箱って。そう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 。さっきからちょっとなんか人の気配左からめっちゃ感じるんだよ、階段の下ぐらいから。それってもう人って完全にわかるの？あのね、横目でちらついてるだけだからなんとも言えないんだけど、でも視力的にちょっと人っぽかった。だからちょっと見てくるわ、うん、今この階段下なんですよ、これ。階段下でここら辺からずっと人の何かしら見られてる気配だけは感じてました。見えるとかじゃないです。まあそのはっきりとっつうか、まあなんかちょっとぼんやりかなみたいな、なんか横切ったなぐらいの感じ。それがなんかリアルなんだよ。だから俺一人でやるんだったらこの階段下でなんかスピードとかいろいろやりたいの。大輝のじゃあ一人の時の感想は後で聞くよ。うん、じゃあ最初はターボ上行ってスピード持ってって、うん、上でクライムタイムやって、うん、で終わったらリボンが下で、そうだ、ね、クライムタイムやりましょうか。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい。うわ、こういう感じか。うわ、高いな。立派な風車だな、本当に。でもなんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。うわ、びっくりした。何？何？どうした？え？何の音今？何よ？え、なんか鳴らした今音。面白い。え？でもなんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。壁とか蹴っ飛ばした音したよ。え、そっちだよ、そっち。え？そっちから。こっちから。うん。何でもしてない。え、なんか普通に俺を呼ぶためになんか音鳴らしたのかと思ったぐらい。だったら呼んだのかよ。だったらターボって呼ぶよ。とりあえず暗闇やるわ。あ、オッケーオッケー。気をつけろよ。回れば分かると思うんですけど、こう真ん中に立ってます。じゃあ5分ぐらい待機します。何の音だったんだろうな。何もなさそうなんで、スピリットボックスちょっとやってみたいと思います。なんかもうこの入り口とかなんかもうめちゃくちゃ怖くないですか。この階段の方の螺旋階段の入り口がすごい結構気になるんで、ここにいる何かと話しかけるイメージでちょっとやっていきたいと思います。なんかね、すごい気になるんですよね。さっきから視線を感じるまではいかないんだけど、こっちを見ずにはいられないというか、なんかそういう感じなんで、こんな感じで映しながらやっていきます。いきます。こちら辺にすごい何か感じるんですけど、誰かいらっしゃいます？何か僕に話しかけようとしてくれてます？お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。本当に俺らあれ知らないから。本当に俺知らないからね。俺未だにあんたらだと思ってるけど。いや本当によかった。俺じゃないよ。悪いけどマジで違うからね。じゃあ最後は僕がちょっと見た場所で、うん、暗闇タイム、暗闇とか一人とかやりたいと思います。はい。ここがさっきの上にいたのところを登るための階段ですね。はい。でこの先にまあ螺旋階段があると。で僕が見たのは上からなんですけど、ここら辺ですね。ちょうど階段降りてすぐら辺のところで、まあずっと視線を感じるとこの辺りから、この近辺で暗闇タイムスピリットボックスとやっていきたいと思います。
早速電気の方は消します。いきます。消しますよ。はい、消しました。もう上がりません。ナイトショットでもなかなか見えないぐらい暗いんですよ、実は今これ。で、このまま進んでくるとベンチがあると。はい。でも歩いていくその方角的、方向的な感じするとこっちの道には行ってないと思うんですよね。うん。ってことで、まあ一通り暗闇で見せましたので、ここでちょっとスピリットボックスをしていきたいと思います。先ほど見たのは男性だったと思うんですが、この近くで亡くなった方ですか？今僕の周りに誰かいらっしゃいますか？何て言った今。今言葉を発した女性はその時の女性ですか？うわ、なんか喋ってる。今言葉を発した女性はその時の女性ですか？うわ、なんか喋ってる。言葉を発した女性はその時の女性ですか？うわ、なんか喋ってる。最近知り合いに女性の霊がついてるって言われたばっかな。そういうこと取ったら気のせいか。結構声らしきものはちょくちょくあったんじゃないかなと思います。ただ具体的にこれって言ってるっていうのはちょっと正直聞き取れなかったので、調査班の皆さんに任せたいと思います。それってもう人って完全に分かるの？あのね、横目でちらついてるだけだから何とも言えないんだけど、横目でちらついてるだけだから何とも言えないんだけど、先ほど見たのは男性だったと思うんですが、この近くで亡くなった方ですか？お疲れ様でした。お疲れ様でした。上行ってからの感想はあえて聞かなかったから、そうだね、ここで聞くために、はいはい、そうだね。ちょっとその感想をここで教えてください。わかりました。じゃあ大輝から。じゃあ俺からね。まず螺旋階段がちょっと俺は一番ちょっと嫌な感じがしたかな。ちょっと階段にこうカメラを向けちゃうっていうか、だからちょっと階段がちょっとあんまりよろしくなかったかなっていう。まあ別に俺そこまで現象はなかったかな。階段にカメラ向けちゃうんだ。向けちゃった。マジで今の感想を俺初見で聞きましたからね、皆さん。同じなんですよ、ほとんど。マジ？俺もさ、大輝の次に行ったじゃないですか。うん、まず、そうだな、でかい音だよね。そうだ、言ってた。あ、そうだからもう、よくわかんない。びっくりした、俺。何かって俺らはなるんだよ。やばい、結構もろガーン聞こえた。そう。だからさ、ちょっと今思ったのが、もしかして…して落ちた音なのかなと。なんで風車とかそういうところって結構心霊スポットになりやすいんだろうな。その後に暗闇で待機して、まあ、スピリットボックスを使ったと、でスピリットボックス使う前からやっぱり螺旋階段の方に何かいる感じすんだよ俺も。めっちゃくちゃ。でさ、レサ階段やばいよね。なんかで俺思ったのがね、そのズッが多くて事故が一人いたじゃないですか。はいはい。俺カメラ持ちながら帰るときに思ったんだけど、螺旋階段下るとき結構足場怖くないですか？怖い。今日雨降ってないからあれだけど、雨降ってるときの螺旋階段とか一番危ない。だからその事故っていうのは、その螺旋階段で起きたんじゃないかなって思うんだよね。次はリボンさんの。そうですね。Thank you.
なんか見えたとかっていうのは正直なかったけど、でもリオンはな、ゴミのところ、ゴミ箱のところ、その階段の人影がね、それがやっぱ気がかりだよな、うん、噂では女性が通ってるみたいな感じだったけど、うん、亡くなった人は一人じゃないからさ、女性以外でここの付近で亡くなった人の魂をリボンが見てしまったのかもしれないよね。まあそうかも、ね、まあ彷徨ってるうちの一体というか、うん、エローラ風車レート、俺的にはね S かな。まあ俺も S いいと思うよ。なんとなくとかいうよりも結構はっきりとした現象だったじゃん、うん、まあそうだね、うん、けど霊自体に攻撃性あるかって言ったら別にそうではなかったじゃん。まあ、攻撃性はなかったね。まあ別に俺らの体ガヤブとかそういうのないね。ただまあ本当にね、螺旋階段がちょっと俺はもう気がかり、奇妙だったもんね、あそこ。だからね、その実施しちゃう人って何回も繰り返すって言うじゃん、うん、だからもしかしたら何回も登ってんのかもしれないよね。まあそうだね、うん、落ちては登って落ちては登って、だから螺旋階段にも目がいっちゃうのかもしれないよね。そう、うん、まあ以上がエローラ風車でしたということで、この動画少しでも怖いなと思ったらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー、バイビー。